ザヒカは、広島県福山市入選町にある、複合大型ショッピングセンターである。チラシや看板、標識やテナントの支店名などでは、ポートプラザ、ポートプラザの表記が多く使われている。2013年7月12日に、福山市と投資施設を所有する、日本火薬と、各店舗運営2社の、計算者は、災害に関する協定に調印し、津波避難ビルに指定されることになった。 市内美濃基町に移転した日本火薬福山工場の跡地に自社にて建築して1999年4月21日に開業した福山駅南東約1 5トルの地点にあり国道2号と国道313号が交わる府中分かれ交差点に立地している天満やハピータウンポートプラザ店と伊東洋華道福山店の2施設を各都市 大型専門店を含めた専門店がテナントとして入居する形で開業した。これは同業同士が各テナントとなることで互いに競争をして魅力を高め合う相乗効果を狙ったものである。ビームネの伊藤洋華道福山店については運営会社のセブンアイホールディングスと泉が業務提携を結び、 2019年春をメドに、泉へ譲渡され、夢タウンへのリブランドが決定したため、2019年2月11日20時をもって、閉店。そのため、2019年6月29日の夢タウン福山のオープンまでは、A 棟がメインとなっていた。敷地南部に内向バスセンターが設置されてあり、南向いには福山芸術文化ホール、北向いには福山東警察署がある。 総面積は44,390平方メートルで、総売り場面積は49,49 49平方メートル。天満屋を A 棟とし27,49平方メートル、夢タウンの B 棟は2 2二0 0平方メートルの売り場面積となっている。両棟は並列しており、互いにつながっている。約2,700台収容の大型駐車場を備えることから、 中心市街地に位置するものの典型的な順、郊外型ショッピングセンターとなっている。天馬屋ポートプラザ美化天馬屋ポートプラザ店は、広島県福山市入船町にある天馬屋の店舗である。1999年開業。伊東洋華堂が閉店した現在では、ポートプラザで唯一、開業当初からある各テナントとなっている。ちなみに、1階の食料品売り場。 2階の専門店以外の大部分はグループ内の別企業、天満屋ストアによる運営である。詳細はフロアガイドを参照ビームネユメタウン福山は広島県福山市入選町にある株式会社泉が運営するショッピングセンター。もともとは伊東洋華道福山店であったが2018年のセブンアイホールディングスと泉との間の業務提携の一環として 泉に運営を譲渡し、2019年6月に改修オープンした。2019年秋には、無印良品が中止国際大級の規模でオープンした。ありがとうございます。